豊里茜さん。アストンアルキリーはどう思う？車とかいろいろ投稿しているんだよ。最近、100人を目指しているってよ。確かに、良い YouTuber だよね。ヒカキンさんみたいに100万人を目指していけたらいいなと思ってるよ。ちょっと問題なのは、チャンネルのコミュニティがないのことかしら。確かにそうですね。理由としては、コメントの固定とかするのに、電話番号を入力しなきゃダメだよな。ちょっとそれ言ったらダメじゃないか。視聴者様から検閲が来るよ。それ以上はやめておこう。そうしとけ。最初から先に言ってほしいよ。たとえ、仙北高速鉄道の会社から苦情が来るかもしれないよ。わかったからそれは言わないで、許してください。何でもしますから。やっぱり検閲が食らったじゃないか、泉光美のせいで。もうわかったから、もう二度と言わないから許して。ほらほらちゃんと仲直りをしてくださいよ。視聴者様から面白がれているぞ。てか、アストンマルキリー様って言っているけど、本題はどうしたの？なんか喋ってよ。まあいいや。ではご視聴ありがとうございました。おまけ。泉光美さんに聞きたいことがある。最近検閲食らうよね。そろそろやばい感じがしてきたよ。だからやめてほしいよ。もうそれ以上は言わないでくれますか。お前、ちょっと本社送りにしようかな。井川千尋さん、泉光美を本社に連行してほしい。わかりました。お前、俺と本社に連行してやる。その後運用だからな。神は言っている。ここで死ぬ。くだらない発言してないで。行くぞ。チェスト！